ズチャンネルをご覧の皆さん、私デキシーズでございます。はい、ということでですね、本来であれば本日は、ガチバトルの、予定の曜日なんですけれども、今日はですね、ガチ大晦日スペシャルということでですね、特別版としてやっていきたいと思います。はい、ということでね、我々は今某旅館に来てるわけなんですけれども、ね、こういう感じでね、いうことで、やらせていただいてるんですけれども、今ね、ケンマーさんとね、待ち合わせをしてるんですけど、どこにいらっしゃるんでしょうか。はい、ちょっとね、いろいろ一般のお客さんもね、いらっしゃるんでね、あれなんですけど、ここで待ってろって言われたんですけどね、なかなか来ないんですよね、ケンマーさん。よいしょ、こういう感じでね。ケンマーさん、どこにいらっしゃるんでしょうか。なかなかずっと待ってるんですけど、来ないんですよね、本当に。ケンマーさん、遅いですよ、ちょっと早く来てくれないですかね、とか。あ、お、あれは、監督だな。はい、お、監督だな。オフィスじゃないですよ、ちょっと。ケンマさん、はい、あ、浴衣じゃなくて、こうセットアップな感じなんですね。いつでも我が家はファイティングサイティング。あ、なるほど、なるほど。いや、監督だな。監督ですか。監督は多分部屋の中で寝てると思うんですけど。あ、言ったし、お金持ってねって。ここで集まるって。はいはい。ここから3人で始めるって言ったんでしょう。あ、そうです。もうね、今日、今月、うん、12月20本撮ってるじゃないですか。うん、もうでも、よし、疲れたからちょっと寝かしてくれって言って。うん、で、今多分お休みになってらっしゃる。知らないよ、そんな。じゃあ、鍵は？鍵ですか。鍵ちょっと。袖口からね。袖口から出すんじゃないの、長い日に。赤ねえし。大丈夫ですか。ケンマさん、え、違う、こういうのは、最初はあれですよ。お待たせしたな。何、こういうのは、おはようございます。おはようございます。ごめん、聞いてしまった。はい、早速寝てんでしょ。あれ、高川監督でしょ。メルスのこれ、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 
出しなさすぎだろ、ちょっと。もしかして、あの月ピンでみんな見てるんですかね、これ。それ何もあるの？待って、なんで寝てんの？お仕事の時間ですよ。起きなさいよ、もう。今年最後のお仕事の時間ですよ。わーじゃないよ、わーじゃ。なる、あのね、監督殿はね、はい、ね、こういうところで寝てても、はい、絶対布団こってかぶんない。そうそうそう、あの布団はね、あんまりかぶらないし。見て見て、布団、あの自分のダウンだから。違うでしょ、神田君。もういい。もういいじゃないでしょ。もういいじゃないですよ。ね、もうね、プレイステーション B でやってる場合じゃないよ。試合半ばで力尽きてる場合じゃないでしょうか。そうでございますよ。今ですか？今もう12時ですよ。そんぐらいですよ。夜中の12時？嘘じゃないですよ。時間とっくに過ぎてるからね。じゃないでしょ。起きなさいよ。そうですよ。もう今年最後のお仕事が待ってますよ。そうですよ。だじゃん。何がですか？やったじゃん。いや、やってないですよ、最後残ってる。ロケは全部終わりましたけど、最後ね、大晦日、一日、ガチスペシャルが残ってますから。そう、ちゃんと怖い話しなさいよ。そうです、そうです。怖い話で締めるんでしょうが、はい、今年。いや、知らないですね。するんだな。今年の最後は、監督の怖い話で締めるっていう。そうでしょ、言ったでしょ。だいぶ前から決めてますよ。みんな楽しみに待ってますよ。そうですよ。あれも待っちゃいいよな。待ってます。監督さんがね、それに怖い話してこないと今年が閉まんないんですよ。スタヤで稲川さんのビデオを借りてくれよ。いやそれじゃあガチの意味ないでしょ。それそうでしょ。素人だからさ。素人じゃない、あなたプロです。はいはい、起きてください。起きなさい、ほら。はい、さあ、ほら。Give up! Ask him! Give up! Give up! One, two! 起きなさいよ、ハギーね。そうでしょうか。こんなね、浜に打ち上げられたトドじゃないですから。そうでしょう。見てください。こんな猫いなかった、こうやって、ブルーって声で。いや、いましたよ。飼い主がさ、飼い主が死体をさ、出し込みにしてさ。
うん、覚えになりますけども、はい、はい、じゃあご紹介でましょう。タワー監督でございます。はい、寝起きの監督でございます。はい、はい、違うでしょ、ね、バシッと決めるんでしょ。今日はバシッと決めますよね。そうそうそう、うん、いいんじゃない。ね、はい、こう枠決めるんでしょ。そうですね、これこの1年寝起きドッキリやらせてる場合じゃないよ。1年はね、そうでしょ。1年をこうバシッと締めていただいて。オカルトアイドルって確かにね、オカルトアイドルだけどね、はい、違うでしょ、しし、うん、し趣旨が。そうですね。あれ卓球やるとか言ってなかった。言ってるか言う、まあそれは違う。あの本来であれば今あのこれは水曜日なので、バトルなんですけども、もうバトルはもう年末終わってますので、おいおい、最後は監督の怖い話で締める。言ってますけど、はい、今日大晦日、大晦日ですからね。紅白なさい。紅白もいいです。紅白はもうこれ終わってからみんな見てくれればいいんですよ。そんなもん言ったらね、はい、言ってもね、紅白の若いたちって裏ですよ。紅白の裏だよ。ぶっ飛ばせって紅白なんかぶっ飛ばせ。ほら、はい、話しますよ。もうどうぞ。あのなんだ、はい、上がってはいけないとか見ながら、ね、違う、もう、うん、それはもうそれはそれ、これはこれ、そうそう、若い人だって見たい、それは。そうだろう、若い人だって絶対俺ら見てると思うよ、自分の見てないね。うん、そうだろう、ええー、じゃね、監督、いやいやいや、そのそれはそれ、これはこれ、そうそうそう、そうでしょ、困らせないと、ね、おはよう、我々はちゃんとお仕事しないといけないですかね。そう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 、自分だってそうでしょ、大好きでしょ。何をすればいいの。怖い話、怖い話をしていただきます。怖い話をするんですよ、皆様に、はい、今まで監督はトークライブだったりだとか、あとね、あのニコニコ生放送の月曜日はピンポンダッシュとかでちょくちょく怖い話されてますけど、はい、ね、こうやってちゃんと、まあ、ガチの中でね、怖い話をちゃんとするっていうのは今回初めてじゃないですか。そうですよ。なのでですね、今日一日はあの監督の怖い話を楽しんでいただく日ということ。そうそう、我が輩たちはもう聞かせてもらうよね。大晦日だよ、ガチスペシャルみたいな。なんだよ、タイトルから滑ってんじゃねえよ。何がですか。いや、まあ、あの水曜日はもう勝手に仕切らせていただきますからね。そうだね、あなたは。あ、それは、あ、それは本当にすみません。なるほど、プロデューサーすみません。頑張ります。水曜日は俺の日。そうそう、申し訳ない。頑張させていただきます。じゃあほら着替えてくださいよ、ちゃんと。ちょっといつものね、いつものって言わせる。それじゃ雰囲気出ないと。プロレスやってるとこ見せとけばいいんじゃない。何かですか。それはそれ、これはこれでしょう。そうそうそう、もうね、もういいんだよ、もう怖い話は。何がですか。うん、じゃないですか。いやいや、もうトークライブでもうワンマンもやったし、はい、ねえ、うん、もういいじゃないですか。だから、ね、それこそまさにそれはそれ。いや、借りてこいよ。あのやっぱり、もう監督がトークライブされたのはずいぶん前の話なんですね。あの新規でついてきてくれてるお客さんであったりだとか、ね、あのトークライブ見に行けなかった人だとか。ここで一発ね、もうね、大晦日でよりね、この田川寛太を知ってもらうと。そうですね。ね、これでもうこういう企画でございますけども。そうでしょ。はい。お、リカマチにしましたね、現に。おはようございます。おはようございます。おはようございます。改めてご紹介いたします。田川寛太監督でございます。はい。ね、はい。はい、ということで。何話ぐらいすればいいの。もう、あの、まあ、できる限りですよね、もう本当に。これ尺全部埋まるまでですよ。そうです。永遠と。あるでしょう、だってその。たくさんありますよね。仮面をかぶっ、買ったらね。うん。どうやらそれが人の皮でできてる。それ我が国とか違うでしょ。違いますよね。そう、違うだろう。え、なんだなんだ、ほら、しょ、ほら、いや、今さ、今さ、それガチでやらないですか。それはガチだろ。しかもね、今ね、頭に浮かんだ技がね、よりにボーンダー、ボーンダーロだった。指輪が食べてきました。あの、ちょっと待って。うん、分かってる。あの、何やってもいいです。ただ、事故は起こさないでください。事故だけは起こさないでください。マジでボーンダーロやろ。今、あの、そうじゃなくても、あのね、
この今回の、まあ、ダストラベル撮りましたよ、ね、全部雪の中我々、ね、ちゃんとこの痛めた足で目、ね、にして頑張ってるんですけど、確かにね、最後の最後に我々がとどめさせてもらって。そうそうそう。確かに。これぐらいね、これぐらいやらないと、田川寛太監督はね、はい、起きないんでございますよ。ね、これ非常な世界なんでございますもん。監督、いい加減起きないと多分死にますよ。殺されますよ。はい。本当に。指輪のためにね、こうやろうと思ったわけでございますよ。意外にいいかもしれない、ね、そうですね。まあ攻めの効果があるみたいな、攻めのね危機を感じていただいてる、はいはい、今の脱出で本当に目が覚めました。ほらね、すっきりしました。痛みはすっきりの元でございますてんぐよ。だってすいません、この世のものとは思えない激痛が走ってきたんだもん。あそこまで極悪非道な人間始めてます。わかりました。はい、もう怖い話させていただきます、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、昔人形がね、はい、主役の舞台をやりまして、はいはい、ここからもそう、それがどうも、うん、生きてるらしくて、うん、怖かったな。それ生き人形ですよ。違うね、超人形。わかりました、わかりました。それ某おっさんじゃないですか。俺今からはい、ネットで稲川さんの動画見てからそれ話しちゃう。違うでしょ。監督の話をやってください、ちゃんと。監督の、ね、今から電話して金藤さんに怖い話聞いて。違うでしょ。監督の持ってる怖い話を皆さん聞きたいわけですから。そうでしょ。体験したやつ。体験したやつ。はい、おめえ俺ヤクザだぞって言われてね。それガチモンじゃん。それガチモンじゃん。ハイドロで殴ってやってもいいんだぞ、これは。こいつがやるからいいけどよ、うん、って言われてね。あれ怖かったな。それはもうガチで怖いですね。リアルガチ怖、ガチ怖、ガチ怖、ガチ怖。わかりました、はい、ということで、じゃあちょっとじゃあ一話だけ、これどうせまたあれだろ、はい、お前の式だったら無料だろ。そうです、これ今無料ですね。ここからもう有料じゃねえんだろ。ここは無料でございます。あった、お願いしますよ、はい。じゃあお試しということでですね、1話だけやってで残りは有料という形。そうですね。おお、素晴らしい。ということで、じゃあ、監督準備だって素晴らしいもん、何も、うん、3時間前にその段取り聞いたん。じゃあじゃあどうでしょうって打ち合わせしたでしょ。知ってるもん。そうですね、これ監督一人で泊まってますって言ってますけど、これ普通に我々の私服、私物ありますからね。そうです。でも真面目してたんだろ。そうですね、やるならやるでさ、やりますよとか言ってくれよって。みんなここ通っていくときに今からやりますって言って監督、絶対寝るなって思って。寝たもん。よろしく。よし。絶対寝るなって思ってました。あ、ラフな格好でいいね。いいですね。まあ、こういうね、ラフな格好で、はい、そういう姿勢で怖い話。そうです。そっちの方がやっぱりリラックスして。お任せください。はい。で、右足が痛くて痛くて。誰かさんが。お題の棒が決めてきたわけで。俺が、これ痛いんですよ。はい、ね、こう足ですよ。はい、こう、はいね。ここ痛いんです。伸ばしていけないね。伸ばせない。ここ捻挫だ。はい。そうですね。ここ断裂してるから。そうですね。それをこういう、この男はだよ。こうしたら。痛い。ねえ。全国の皆さん、ねえ、許されますか、そんな。まあこれをね、取ってね、しばらく来年まで、年始までないですから、ロケは。それでもう、ゆっくり休んでください。はい、そこでやる。で、準備、セッティングなどもあるので、一回止めて、じゃあ僕はその間に稲川さんの声を。違うって。自分の体験談をお願いします。暗記する時間、はい、ということで、自分の体験談をお願いしますよ。いや、だから稲川さんの体験談ファンキー中村とかあと新耳袋のこう調べて、はいはいはい、はい、自分の体験談をお願いします、ね、はい、ということで、じゃあ一回撮ってます。ラス、はい、無料で、ここまでは、はい、そうですね、ここまで無料です、ね、ここまで無料ですね、はい、ということで準備が整いましたのでですね、うん、早速始めていきたいと思うんですけれども、だから要は、はい、俺が体験した話でいいんだよ、はい、そうですね、監督はもういろいろと体験なさってると伺ってます、ね、
ライブでやったそうですね、はい、あれでも構わない、ね、もちろん大丈夫、そんなポン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 さ、そういうことですね体験してるわけじゃないからさ、そうですね、まあ天川さん稲川さんみたいな、いや我が輩はね実際ねあの監督なのから、はい、こういうね深い中でも、はい、あの監督なのから直接ね怖い話、うん、怪談をね、はい、聞くのは初めてなんです、そうです、そうか、はい、そうです、天川さん今回が初なので、はい、階段階段してる話そうです、そうなんです、僕は何回かトークライブに行かせていただいてるので、そうだね、はい、我が輩はこういうふうにこう聞き手側に回りながらも、うん、あの初で聞くので新鮮にあの話を聞くことができるんです、そうです、ね、おちょっとマジですな、はいはいはい、そうなんです、そうか、これマジだからちょっと緊張してるんですよ本当にこれ、ま、真面目な番組、まあ、ど真面目な番組ですよ、ですティングや、そうど真面目な番組、はい、そうでございますよ、そうです、そうです、大晦日ですよ、大晦日ね、大晦日笑っちゃいけないの裏番組でございます、いや大晦日だったら稲川さんもういいや、まあ、あのある意味あれですよね、怖すべらない話とはい、まああのあれですわな、はい、厳選した形でいいですわ、はい、そうですあのよりあのよりによよりによってじゃないや、あの厳選してね、はい、で一、この一番は無料でお試し、はい、っていう形で、はい、じゃあこれで面白くねえやと思ったらもうこれでスルーされちゃうわけだね、その可能性ありますね、ちょっと待って待って、ハードルを上げるんじゃないよ、いやいやいや、そうだよ、そのことですよ、この一話をパンチを聞いたのもですね、ガツンと言ってた、何の話をか、いやもう、はい、監督どうならねたくさん体験すると思うんですよ、うん、一押しの話で、うん、一押しの話したらもう有料でいい、もう入手したんですけど、いやいやもうだからそうですね、5本の指に入るうちの一つぐらいを、ね、ちょっと一発、はい、ああなるほどね、はい、ああ、わかりました、はい、どういこうかな、ああ、じゃあ撮影をね、はい、ずっとやってるから撮影で起きた、はい、ガチ以外のね、はい、起きた怖い話しましょうか、はい、撮影の現場で起きた怖い話、うん、そうか、はい、今はね、はい、もうずっとガチやってますけれども、うん、その昔は大塚っていう駅、部屋の大塚駅っていうところのマンションの一室を事務所にしてたんですよ。で、その事務所にしてて、そこでいろいろやってたわけですよ、ね、うん。そんなに話するときに受け答えしなくていいよ。はい、あ、わかりました。わかりました。任しといて、はい、任しといてくれ。わかりました。語りやってる時にそうあいつすいませんすいません尺ばっかり伸びちゃうからそうですねよろしくお願いしますはいはい俺井上さんが喋るって言うのに言わないだろうそうですね、まあ、心の中では言ってるからそうだ心の中にしときなさいよすいませんすいませんじゃあそれでは改めてどうじゃあ真面目な話します、はいはい、ねそのまあ昔はいろんな心霊スポットもあったりとかそんなことをいろいろやってたわけですよでまあ、DVD とかね VHS とか、まあ、これ見てる人もいるかもしれないんだけれどもやってたわけ、ね、でもう作品名は言う必要ないんだけれどもある作品でその千葉県にある東京観音下にあるトンネルというところをロケすることになったんですよで着いたのがね、夜の9時ぐらいかな9時ぐらいに着いて、撮影したんですよで、まあトンネル、ハイトンネルなんですけどその中入って、ああ、怖いねっていう話をねして、まあ今で言う茶番ですよ茶番やって、ほんで帰ってきたんですよそれがね、なんだかんだ言ってね夜中の1時頃に帰ってきたのかなで夜中の1時頃に帰ってきて後片付けしてなんだかんだ言って終わったのが全部2時なんですよでもう一人マンションでずっとやってるわけだからもうマンションは一人ですよだいたいね14畳ぐらいのマンションだったんですよねでこう長方形の部屋でちょっと変わってるんですよトイレが別になっててこういう形まあそのテトリスでいうこういう形ですよでこの奥がお風呂なんですよでこのお風呂がユニットバス
なんて言ってるよ。もう普通の作りですよ。ユニットバスがあってトイレがある、うん、よくあるでしょ、うん、で風呂入ってその、まあ、シャワー浴びてそれで寝ようと思ったで、夜中の2時ですから、もう当然僕一人、うん、もうねガチャンって入った瞬間に背後に誰かいるんですよ。自分のマンションですよ、うん、あ、連れてきちゃったって言って、うん、もう多分東京観音のやつだって言って、で、うわ、どうしようかなって、うん、で、すぐお風呂に入らないでちょっと散らしたんですよ。もう出てけみたいな話になる。で、また気配が消えた、うん、あ、消えた消えた、よしこれで行こうって言ってお風呂に入ってた。でシャワーをねこうガーッと頭洗ってたわけですよ。じゃーんって言ったらね、このトイレがあってここがユニットですよね。でここが入り口なんですよそれがねガッチャンって開いたんですよ。ガチャンって開いて、であれちゃんと閉めたはずなのに何だろうなっていう。でそのマンションは結構スタッフは自由に出入りできたんですよ、うん、鍵かけないでね、うん、あれ誰が来たんだろう、うん、その時マネージャーいたから、あれマネージャーが来たのかなって。夜中の2時だからね。で夜中の2時に俺がシャワー浴びてるところに入ってくるっておかしいでしょ。違う意味で怖いよね、男の人が入ってくるのって。で、それはありえないな、まあ、もうジムのお姉ちゃんかなって。真っ裸ですよ、女の子入ってくるわけないじゃないですか。あれまたあの東京観音のやつかなと思った瞬間に、こう洗ってる時に目つぶってるんですよ、うん、でもね、人間目つぶってても人の気いるかいないかっていう分かるでしょ。それがねふーっと気配感じたの。もう完全にいるの人が。うわー参ったな、これどうしようって。もう怖くて目開けられないんですよ、うん。で怖くて目開けられないから、もうこれしょうがねえ、目つぶったままもう外出ようって言って、見たくないから、うん、で、まあ、カーテンあるじゃないですかこれね、ふうふう。カーテン開けてゆっくり出たらポンって人に当たったんですよ。今日はポンって。んでもう絶対人がいるわけだから、うわーって言って外出たんですよ。その瞬間ね、髪の毛ダーン引っ張られた。もうすっぱだかのままドーン。俺でもうしょうがないから、うん、もう慌ててもう電気全部つけて部屋中見渡したら誰もいないんですよ。うん、このねあのマンションね、このあとどんどんそれをきっかけにどんどんひどいことが起きる、うん、そのマンションの話は有料課金。うん、こういう感じでよろしいかな。素晴らしいですね。いえいえいえ、あれはね、はい、本当にね、はい、完全に人に当たってるんですよ、はいはいはい、うん、でね、うん、僕俺背高いから、うん、トンって当たったよね、はい、トンって当たるって言ったらもう普通男の人でも女の人でも顔なんですよここ、うんうん、でも違うんですよ。あのね、お腹から胸の硬さなんですよ男の人の。じゃあだいぶ高いですよね。そうそう、違うのよ。後々考えてみたの、うん、うん、そいつ浮いてたんだよ。ああ、はい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 、うん、という感じでいいかな。そういう話は、はい、これから有料課金でやればいいんだね。そうですね。
これ話あんまり怖くないね、はい、いやでもすごい話です怖いっすよ普通にすごい怖いに決まってる。いやこれ本当の話だから。いや本当の、うん、という形で、はい、ここから先はですね、どうしましょうかね。ちょっと尺の方がですね、何ですか、まだ20分ぐらいしか十分だろ十分ですよ十分ですよ。わかんない。いやもう汗だくですからね。もうガチみたいに1時間もやってらんないよお前確かに。いやいいと思いますよ。天馬さんどうですか。え、初めて。だってそんな尺なんか関係ない、うん、もう次聞きたいでしょ。いやあの初めて監督のこういう階段を聞いて汗だくだよ今。なんか知らんけど、ああもう汗が止まらないんですけど。意外に怖がりだからねそうですわかりました。じゃあそういうことで、はい、そういうことで、では、はい、じゃあもう一回お願いします。いこのあの例のあれですよね。怖い話をしてもいいですか。いや違う、あのいいですよもう次そうですか。もうどうですか、はい、では、皆様、ここから先ですね、監督の怖い話を聞きたい場合はですね、ぜひとも後半も見ていただければと思いますので、よろしくお願いします、はい、じゃあもう一回お願いします。この後はこのここから先は、はい、そうです。言えばいいの、はい、お願いします。なんて言えばいい。こっから先は有料課金。ああ。ここから先。違うちゃんと。終わった。はい、ということで、次お会いするのは夜でございます。違うね。それガチトロですね。ガチトロです。わかりました。はい。お願いします。ここから先は有料です。後半もお待ちしております。